こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は冬と言ったらユニクロのヒートテックですよね。はい、で私最近買ったのがヒートテックシームレスリブタートルネックティーですね。はい、こちらを買ったので、じゃーん、これですね。タートルネックになってるリブ素材の、極暖ですね。はい、を買いましたので紹介したいと思います。はい、はい、こんな感じ。はい、リブ素材なので結構ニット感覚で使えるのがこれ着てていいなと思いました。で、あと最近のこういうね、ヒートテックって本当に着た瞬間からあったかいですよね。で、私今もね、インナーに着てるのはね、ちょっと何年か前の超極暖なんですが、何年か前の超極暖よりね、最近買ったこの極暖の方があったかい。はい、もうまじまじ感じました。こんなに違うのかと思って、はい、なのでやっぱね、比較的ね、もうやっぱ下着ってこう毎年買い替えるものなのでね、そうですよね。はい、ちょっと形状はですね、洗濯したりするとキュッとね、縮むんですが、着るとね、もう全然伸びるので、本当ストレッチが効いてて着やすい。うん、で、あと肌にね、しっかりこうね、ピタッとするので、本当にあったかいです。ちょっとね、これ1枚でもいけるかなとも思うんですが、体にフィット感は強いです。うん、けど本当にこれあったかくてね。で、しかもこのオレンジのカラーがちょうどね、首元が明るく見えるので、これはいいなと思って、うん、本当にいい買い物でした。はい、またね、今ね、ユニクロさんね、いろいろね、大感謝祭とかね、今ね、ヒートテックを安くなってるので、普通のヒートテックとかも買いたいし、またね、超極暖とかもね、欲しいなとも思ってるので、また買ったらご報告したいと思います。はい、ということで今日はですね、はい、シームレスリブタートルネックティー、はい、極暖ですねを買いました。はい、ご清聴ありがとうございました。